こんばんは。今回監督役を務めさせていただきました、藤監督の作品に出させていただくのは今回で2回目になるんですけども、そうですね、非常にやりがいのある、役柄をさせていただいたと思います。映画監督役ということだったので、そうですね、キューブリック監督ですとかロッセリーニ監督、あとロメロ監督ですねをちょっとオマージュさせていただいて、そういった役どころでさせていただきましたので、非常に見応えのあるものになっているかと思います。ぜひ楽しんでください。よろしくお願いします。はい、お疲れ様でございます。私今回は、録音マンということでね、初めてマイク触りましてちょっとドキドキだったんですけどね。うまく音取れてるといいと思うんですけど、お耳を怪我すようでしたらごめんなさいね。またよろしくお願いします。はい。僕はそんな役なんかできるほどのあれではございませんので、今回ちょっと機材担当ということでやらせていただきました。恐縮でございます。